1週間後の3月22日から競技がスタートする世界選手権2023。この ISU 最大の大会を前に、期待の日本勢の選手たちが続々と好調をアピールしており、それを知ったファンの方々からは期待の声が寄せられています。今大会には2連覇を狙う宇野昌磨選手や坂本花織選手をはじめ、ペアで日本勢初の優勝と年間グランドスラムの期待を背負うりくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手、そして10位以内という目標を持つかな大こと村元哉中選手と高橋大輔選手ら10選手が出場。自国開催ということもあり、多くのファンの方々からの期待の声が寄せられている大会ですが、3月11日には今シーズンのグランプリファイナル女王である三原舞依選手が PI フリースケーティング大会でいち早く調整が順調に進んでいることをアピール。14日には今大会の放送権を持つフジテレビが前回大会覇者の宇野選手を特集し、ライブニュースアルファ内で中京大学のアイスリンクで練習中の宇野選手の姿を放映。今シーズンのフリー G 戦場のアリアの曲かけでは全てのジャンプを見事着氷。今シーズン全勝中の宇野選手は取材の中で、今年に入ってから安定感が増していてすごく良い状態にあると思うので、より一層磨きながらより高みを目指していきたいなと思っています、と力強く抱負を語ってくれていました。そして高橋選手の誕生日前日となる15日にはカナダイのチーム公式 SNS に2人のアメリカでの練習動画が次々と投稿。圧倒的運動量を要する今シーズンのリズムダンスコンガでは2人の息がバッチリと合った華麗なスケーティングを披露。その後、自身らの滑りをチェックする際には手で様々な形のハートを作り、カメラの向こうにいるであろうファンの方々に向け順調をアピール。さらにはキレのあるステップやツイズルなども披露し、ファンの方々から称賛と期待の声が寄せられていました。そしてカナダで最終調整中であろうりくりゅうは、コーチであるブルーノ・マルコット氏が SNS で、三浦璃来と木原龍一は明日午前10時にオークビルでショートプログラムを行い、世界選手権に出場するために出発します、と2人の近況を報告。すると、かつてのチームメイトで昨年引退したカーステン・ムーア・タワーズさんも、私も応援に行きますとコメントを寄せるなど、多くの方々が見守る中、盛大に壮行会を行い、日本に向けて移動をすることを知らせてくれていました。そんな期待の高まる世界選手権は20日から公式練習がスタートすることとなっていますので、海外組はそろそろ移動の準備を始めていることでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。日本勢の皆さん、本当に良い仕上がりで期待しちゃいます。自国開催だからみんなやる気に満ち溢れてるね。あと1週間ガンバ。ジャンプの調子も顔の表情も良い。盤石の王者日本男子初の偉業を期待してます。ジャンプも安定してるし、良い練習ができて心身落ち着いてるんだろうな。ぜひ連覇して世界のトップと表明してほしい。でもそれ以上に自身の納得いく演技を願います。
この練習風景を一言で、速い、近い、すごい。リズムダンスのステップ練習、これが3シーズン目だなんて、ずっと見てられる。ミッドラインステップは2人の距離がさらに近くに、ツイズルは軌道が違って離れがちだったけど合ってるね。キレッキレすぎる、仕上がりすぎているのかも。カナダ仕上がってきてる。あとは試合でこれを出せるか、いや出せるように応援する。カットンで滑っていくのも痛快な感じがする。一定の距離感を保ってるのもこの映像からよくわかりますね。りくりゅうの応援しにまずはカナダに行きたい。もっと近くにいたらよかったな。同じカナダだけど東海岸から2人を応援しています。リンクメイトだった良き先輩のカースティンも行くって、気持ちだけでも海を渡って応援します。わあ、りくりゅうはみんなで走行返してくれるんだね。行きたいけど行けない。暖かい日本で待っているので気をつけてきてくださいね。このあといよいよ日本に向けて出発のようですね。チームの皆さん、どうか無事に到着されますように。